皆さん、乾杯。乾杯、乾杯、乾杯。昔、エビスが一番好きだったけど、最近、これが好きです。何？サントリーモルツかな？サントリーモルツ。僕、発泡酒大嫌い。それ、ビールだったらね、絶対発泡酒飲まないね。今日は別に、何？特別な話がありません。最近は学校ですごく忙しくて、勉強のせいにも忙しいかな。ちょっとね、勉強すぎて日本語を喋れなくなった。そうそう、日本語能力試験が今年また受けますから、それは12月の3日ですね。そのためね、毎朝ね、早く起きて、犬と一緒にデニーズに行って、栄にあるデニーズ、ちょっと外、なんて言えばいい、ちょっとパティオみたいなところあるから、そこでマギーと一緒に、朝ごはん食べに行きます。デニーズは結構安いし、飲み放題のコーヒーもあるし、結構ね、勉強できます。とにかく、別にね、話、別にね、特別な、話がないんだけど、まあ一つのことは、まあこれからね、今月は全然ビデオ作らない。この間誰かが、もうちょっとまめにビデオ作ってくださいって言われたけど、やっぱりね、日本語でビデオ作ってる人たちが少ないから寂しい。だからビッグタイムワールドのプロファイルであんまりね、ビデオ作れないね。みんな応援してくれないから。でも、あれ、ギミアブレイクマンの方で、みんな、結構ね、コメントしてくれるし、みんな話してくれるし、だから、正直言うと、向こうで結構ね、活躍してる。11月はこれからもうビデオ作らないから、でもまたね、12月の半ばっていうかな、下旬っていうかな、またビデオ作りますから、この間、ドラゴンズ買ったね、中日ドラゴンズ、あれ面白かった。あと何があったかな、マギーがこの間ね、すごい嫌な話、嫌な話だよ。誰かが、多分ね、人間だよだと思う、ホームレスの人が、多分僕のアパートの前の、僕のアパートの前に公園があります。ですね。その公園に誰かホームレスがなんかしたみたいね。わかる？うんち。で、ある夜は、マギが、それで、なんか、なんていうん？なんていうね、寝てちゃったね。頭が、体を、なんか、とにかく、すごい気持ち悪いから、なんていう、roll around に、なんていうね、回ったね。で、すごい、すごい嫌だった。すっごい、もう吐きたいぐらい気持ち悪かった。あと何があるか。まあ、いつもね、うちに帰るときな、これ、日本語のブログ作りたいなと思ってる。例えば、すごい、変なドライバー、変な運転手あって、ちょっと喧嘩になりそう、ね、ことあったから。まあ、これからもちょっと考えるから、そういう話作りたいんだけど、一つの、ちょっとテストしましょう。ちょっとね、試し。みんなに聞くから、意見聞きたいから、英語でね、英語じゃなくて、アメリカで誰かと付き合うと、これ別に何か、最近何があったっていう意味じゃなくて、ただ聞いてるね。誤解しないでね。アメリカで、前の彼女と、まあ、彼女と別れると、まだ友達とかっていう関係続けられる。まあ、みんな頑張るね。離婚しても、できるだけ、普通に友達のように話せるように、その関係を守る、ね、保つため、みんな頑張ります。わかる？だから、
例えば僕は昔の彼女と別れたけど、時々まだね、あの E メールとかクリスマスね、はがきじゃなくてクリスマスカードとか誕生日カードとか電話でも会っても、彼女が新しい彼氏が行っても、あの一緒に出かけても別におかしくないけど、やっぱり日本違うよね。日本ではあの変わるね。なぜかな、みんなどう思いますか。どうして友達になれないな、それいつも不思議なと思った。まあ文化は違うけど、なんか寂しくない、みんな少なくとも友達の関係続けられないと、なんかその関係の歴史はちょっとなんか空っぽになったという気持ちがない、どう思いますか。まあそれではもうそろそろ行かなくちゃから、マギーと一緒に散歩します。 OK everybody、またね、バイバイ。